どうもブルーーーームビューティーバーのユキです朝起きたらちょっと顔をつぶしながら寝ていたとか寝る前にねいろいろあって泣いてしまったとかそんなこんなでまぶたが腫れぼったくなってむくんでいたなんてことありますよねうちの娘はねちょっと敏感というか繊細な子で 寝る前に泣いちゃうこととかがたまにあるんですが翌朝は翌朝でまぶたがむくんでいるのが嫌でみんなに変って思われるから学校行きたくないってまた泣いちゃったりすることがありますマスクしてればそんなに目立つほどでもないんですが本人はね、敏感さも相まって違和感マックスですこのむくみとか、 晴れにはねよく蒸したオルと冷やしたオルそれをね交互にやるといいとか言いますがちょっと手間に感じる人もいると思いますっていうのも蒸したタオルもねそんなにあったかく長く保てないし逆にね冷やしたオルもすぐこうぬるくなったりとかするからですねそれとその濡れたタオルもねすぐ洗濯しないと生乾き臭を放ってくるようになるんですよね朝から忙しい人からすると あんまりいい方法ではないかなかとちなみにまあ蒸しタオルはねビニール袋に入れるだけで保温効果がぐんとアップするのですぐに洗濯機回せるとかねそういう人はこの方法でもいいのかなとは思いますさてまずは腫れてしまった時の対処法についてなんですが目回りのね血行を良くすることと余分な水分を排出するっていうのがね鍵になってきます。 腫れてしまっている目に直接アプローチしたくなるところではありますが目は、うん、と皮膚も薄くてね色素沈着も起こしやすいので別の部位にアプローチしていきましょうまずはちょっとね乳液とかオイルとかね滑りやすいものを眉のところにつけて眉をほぐしていきます直接やってしまうとね何もつけないで直接やってしまうと摩擦とかそういった影響でねあんまり 肌にも負担がかかってしまってよくないので必ず何かつけるようにしましょう眉頭を人差し指と親指で上下につまみますこうギュッギュってつまみ直しながら眉頭からね眉尻の方へと向かっていくっていうのを何回か繰り返します意外にねやるとわかると思うんですけど眉が生えているところって凝りやすいので スマホとかね、PC、あのパソコンを、ね、使う人とかにもおすすめです結構ね血行が良くなるし目周りもねすっきりしたような疲れが取れたようなそんな感覚になると思いますあとは目尻と目頭をねピースした状態で人差し指と中指でちょっと止圧しながら左右に二三ミリでいいですちょこちょこっと揺らします目なので力の入れすぎには注意してください これもね、結構揺らす、ちょっと押して揺らすっていうだけで結構目がすっきりしますあとは耳を上下とか左右にね引っ張ったり引っ張りながらぐるぐる回すっていうのも結構目周りの血行を良くしていきますまああとはね軽い運動っていうのもいいので例えばいつもより一息分ね多く歩いてみるのもいいです まあね、都会の電車の場合かなと思うんですけれどもねこの一駅分っていうのはあとはね縄跳びの前跳びぐらいの軽いジャンプそういった感じのもおすすめですまたねむくみの原因となる水分塩分の排出をしてくれるのがカリウムなのであの朝ごはんにねバナナとかブロッコリー納豆そういったものを食べるといいですさて ここまではむくんでしまったときの対処法ですが本当はねできる前に防ぎたいっていうとこですね例えば寝る前に泣いてしまったときは涙はね目周りで浮かずに頬に流れてきたものほっぺに流れてきたものをこう優しく拭き取るようにしたりとか目をこすらないようにするとにかく目周りにね刺激を与えないっていうことが何よりも大切ですそして、 炎症が起こったりすする前に冷やす泣いているとそんな場合ではなかったりとかね泣きながら寝る日もあるかなと思うんですがどうしてもできる前に予防するのが一番手っ取り早いんですねちょっと目を保冷剤で冷やしてから寝るとかの方が翌日のの落ち込みは少ないのかないいかと思いますそれと枕は高めにして顔に水分がた,かたまらないようにするのもいいですよ。 いざという時のために参考にしてみてくださいねそれではブルームビューティーバーのゆきでした